手直し看護塾3分間劇場獅子湯道。十二湯道心電図の中で獅子に電極をつけて波形を取り出すのが獅子湯道です。6個の波形を取り出すことができますが、まずは1湯道、2湯道、3湯道ということで、1湯道は心臓を左側から見ているイメージで左心室側壁の情報を持っています。2湯道は心臓を左下から見ているイメージで左心室下壁の情報を持っています。三誘導は心臓を右下から見ているイメージで、やはり左心室下壁の情報を持っています。続いて AVR ですが、 R はライト、右の肩から心臓を見下ろしているイメージで右心室の情報を持っています。 ABL はレフト、左の肩から心臓を見下ろしているイメージで左心室側壁の情報を持っています。 AVF の F はフット、心臓を足元から見上げています。こちらは左心室下壁の情報を持っています。電気の軸という言葉がありますけれども、電気の軸は基本的に二誘導に向いています。二誘導は心臓を左下から見ているという話をしましたが、例えば動結節から発生した電気は動結節から心線方向へ向かって流れていきます。見ているカメラに対して電気が向かってくると陽性波と現れます。心室の波形である R 波も心線方向に向かって流れてきますので、結果的に R 波も陽性波となります。電気の軸は二誘導に向いているので、二誘導は P 波と R 波がはっきりと見えます。それに比べて一誘導や三誘導は陽性波には見えますが、二誘導ほど高くはありません。つまり獅子誘導で二誘導の R 波が一番高く、続いて一誘導、三誘導という高さの順番になってきます。何らかの理由があって電気の軸が左へ向くことを左軸変異と言いますが、左軸変異になった場合には電気の軸が左へ向きますので、一誘導の R 波が一番高くなります。逆に電気の軸が右へ向いたものを右軸変異と言いますが、今度は三誘導の R 波が一番高くなります。つまり二誘導の R 波が一番高くない場合には電気の軸がずれていると考えることができます。まとめです。獅子誘導では二誘導の R 波が一番高い、見ているカメラに電気が向かってくると陽性波、見ているカメラから電気が離れていくと陰性波ですので、 AVR の場合には電気が逃げていきますので、 P 波も R 波も陰性波だったんですね。1誘導、2誘導、3誘導、つまり1誘導が一番高ければ左軸変異、3誘導、2誘導、1誘導、つまり3誘導が一番高ければ右軸変異、2誘導が一番高いのが正常です。軸変異イコール病気とは限りませんが、何かあるかもしれませんので、波形の変化があった場合には何かあるかなと考えて他の情報を集めましょう。